はい、えー。それでは、2022年向け、えー、スマート攻略コースのガイダンスとこですね、えーで。カリキュラム編というところで最初に話をさせていただきたいと思います。えー、担当、レクセンニコシベニソワです。皆さん、こんにちは。 さあ、えーとね、このスマート公約コースと、えー、呼ばれるものなんですけれどもまあ便利試験の、えーまあ、当然合格をするための講座というところで通信専門の講座というところでね、えー、皆さんと一緒にやっていこうというものになっています、まあ、いわゆる便利試験を合格するためというところで私がねよく言ってるのはこれ皆さん便利試験に、ね、合格するための合格プロジェクトを私と一緒に実現していこうということなんですよね、うん、合格プロジェクトねいわゆる。要するに2022年 県の便利試験というですね。この期限内に合格する要するに、2022年に便利試験があるわけなんですけど、これ試験日っていう期限があるわけだ。だこの期限のところで合格する必要があります。よっていうことがまずすごく大事ですよね。で、この資格試験なので、合格点を取れば合格をする。まずここのかん、あの何ですかね。考え方がすごく大事。 いいですか合格点満点を取る必要ないわけよ満点を取る必要なくって合格点を取ればいい、まあ、満点で取りたいよとしているかもしれませんけれどもただやっぱりさ満点取るのはすごく大変だからやっぱりその合格点を取る勉強っていうのをしっかりしていくということになります。でそういうことはさ勉強していくんですけれどもこれね 皆さんこう一生懸命考えるわけよよしとじゃあこう勉強していこうとでこれからね特にこの合格ねプロジェクト考えたきに気にしてほしいのがここなんですね覚えられる量っていうのはねこれ限界があるんですねうんでなぜかって言ったら忘れるる量っていうのが実はあるんですでこれね今は時間がないことを考慮してくださいってこれ今出てますけど何かというとさやっぱりこう資格試験とかの勉強って捉えてしまうんだね皆さん うん、だ勉強中捉えてしまうと当然皆さんが、まあ、大学受験高校受験中学受験とかわかりませんけど、まあ、その時の受験勉強から考えるわけだもしくは、えー大,まあ、大学はちょっと違うかな勉強すると高校中学の時にどんな勉強してたか、まあ、塾とか予備校で自分のやつは勉強法を使ってよしまた資格試験臨んでいこうもしくは人によってはね直近で違う資格試験を勉強した方もいるかもしれませんただやっぱり便利事件というのはかなり難しい試験です だから同じ実は勉強法でやってしまうとですねこれは合格できないんですねで特に失敗しがちなのが勉強試験にじゃあ合格できない人ね、ちょっと失敗しちゃうまくいかないよって人どういう人かうん、これ実はね勉強できない人じゃないんだねよく私言うんですけど勉強できる人の方が実は試験に受からなかったりするんですそれはなぜかというと実は今言ったこの辺のことですねが実は忘れてしまっている 例えばその期限というところに合格しななきゃいけないけとかですね合格点を取れば合格するんだっていうところの意識がどうしても薄くなっちゃうすなわちなんか勉強しなきゃいけないんだっていうところですねでそこをですね実はこのスマート攻略コースというのは、まあ、いわゆる便利試験に合格するためのプロジェクトいわゆる仕事だと捉えてその観点からいろんな学習している内容を整理して試験に出るところというのを もちろんね、こうピックアップしてどれをやればいいのかどれをやれば受かるのかというところから組,あの組み立ていいるというとうころになりますですから、まあ、年間の学習スケジュールというところに、まあ、パンフレットに書いてあるものとこれ同じものですけれども、まあ、スタートアップ講座というのがね最初になります、ね、これも本当にインストラクションあのなんですかねもう最初の、えー、導入部分ですけれども、まあ、入門講座結構こう大事ですね入門講座基本的な知識をインプットします。で論文書き方講座と、まあ、メインディッシュ試験というのは担当試験。 論文試験口述試験のまあ、3つのね。試験からあるよ。とかね。皆さんご存知かもしれませんけども、そのまあ論文に対してね。どのように書けばいいのかな？というのをここでやっていきます。で、そこからまあ重要項目講座4。法横断口座公約講座ですかね。うんっいうところのまあ、いわゆる担当にちょっと近いまあ、とは言っても、私自身は担当と論文ってこれ大きな違いがあると思ってませんので。 うん、やっぱり条文ね我々法律ですから例えば特許法なら特許法という条文があってあとはそこの見せ方がちょっと違うだけなんですね、うん、あのその切り口がちょっと違うだけですから実はそこはね共通なんです私はあんまそこは勉強を、ね、切り分けてないですそういった意味ではまあここで、まあ、4法の知識をしっかりつける4法というのは特許法実用新案法意象法商標法ですねこの知識をしっかりつけると。 でそれから、まあ、こちら、まあ、オプションって書いてありますけど、まあ、これねあの再受講の方とかも中にいらっしゃるのであもうここは僕ねあのもう一度この座取らなくても大丈夫だよとかはオプションでもいいですしやっぱやってみてあちょっとこ自分一人だと無理だなと思ったら、えー、とここねオプションで取っていただければいいとテキストはお渡ししますのでねこのオプションで使うテキストはテキスト見ていただいて、まあ、いわゆるこれ過去問ですね論文の過去問とかお渡ししますので,でそこ見てあ自分でできそうだと思えばいいでしょうしやっぱちょっと講座聞いてみようかなっていうところはここを取っていただければいいかなと思ってます。 で通常の、えー、他のですね便利資格、ね、試験の、えー、講座に比べて講座数の時間が、ま、だいぶコンパクトになってます。ね、ちょよく質問これいただくんですよガイドアンスでやると「ねえー、ちょっとこんなに少ない時間で大丈夫なんですか?」ってね「ちょっとねやること適当なんじゃないですか?」そんなことはないです。じゃあ大丈夫です。うん、で私は結局必要最低限のことでやっていこうと。でよく考えてほしいんですけど皆さん学生時代ね。 まあ、予備校に行きましたねい。いろいろね。例えば、まあ言、言ってるでしょ大学受験する、高校受験する。家でやった勉強時間と塾に行ってた時間。どっちが多いですか?。うん、やっぱ通常は家でやってた時間なんだよね。塾とか、まあ、予備校とかでやってた内容というのは、例えば、問題を解き方を教わったら。あとは繰り返し練習する。例えば、自分で行きたい学校の過去問をやるっていうのは、これは家でやってるわけです。で通常は家で勉強する。これも実は資格試験も一緒。皆さんが、例えば、問題を解くってことを最終的にしなきゃダメです。 ただいきなり問題を解いてくださいこれをやってくださいってもうこれはできませんでどうするかって言ったらそのために基本的な知識を入れていかなきゃいけないそれを私がお手伝いするとだ基本的な知識さえねこう皆さんの頭の中にっとこうね入ってしまえばあとはご自身でできますからその入れる作業を私がお手伝いするということになりますその時になぜこれ講義時間が少なくなっているのかというところなんですけれどもこれですねまず試験に出やすいところというのを重点的に学習していきます だから、勉強全体やるべきところがありますよと言ったら、まあ、ここはあんまり出ないよねっていうところは、実はあんまりやらないんです、うん。もうカットすることもあります。ね、あここはもう見といてください。うんまあ、テキストね、あのやっぱり日本語で書いてあるから、まあ、読んでいただければわかるかなというところもあって、うんまあ、ここについてはあんまりね、要するに、要するに出ないよと。例えば、10年に1回しか出ない、もしくは10年間1回も出てないっていう内容と、毎年出てますどっちを優先すべきか。もう明らかだよね。うん、だ毎年出てるところは絶対優先ですよと。 ただ10年に1回出たか出ないかっところについてはもう今回はやらなくていいんじゃないのというところですね。と、うん、いうところをこういう感じですねそれから重複部分はもうまとめて理解しましょうとザタざタッと切っていくと。でよく私はね条文とかについては基本的に覚えてくださいと言わないです。うん、あの自分が覚えられないからね <laughs> あの他の多分いろんな先生いらっしゃると思いますけれど馬場の特徴は何かと言ったらもう単純ですよ。 ポンコツです私がそれも申し訳なく辞任してますそれ私ポンコツですよ他の先生もやっぱり皆さん優秀ですからでもねポンコツはポンコツなりにそうするとじゃあ自分ができないからどうすりゃねこうサボれるかっていうことはね常に意識してるんですねこれがねポンコツ剤のね頑張り方なんですでやっぱり皆さんにねどうやれば覚え方が少なくていいか うん、やっぱ、ね、優秀なさここでさっきね言った実は優秀な人が受からないよというのはそこでできる人って例えば項目3つあったら3つ覚えるんですこれ、ね、はいかん3個あるよって言ったら3個覚えます次に4個あるよって言ったら4個覚えますまた3個あるよって言ったら3個覚えるんです、うん、今やっただけで例えばこれ343で全部で10個出たんだよね10個覚えようとするんですけど実はここって共通な考えええ方を2つ覚えておけば全部答えが出るるってことはあるんです、うん、で極力そういう考え方をしていきます 私の場合ね、だから条文ににに確か書書いいててあありりまますすテキストそこはそこでね一つの考え方なんですけどもう一個何でその条文ってあるのとかどうしたらそういうふうになってるのっていうところを皆さんに理解していただきたいでそれによって分からないよ例えば問題を読んだ時に分からないぞつてった時にあ多分これってこういう考え方だったら丸になるんじゃないのとか多分こういう考え方したらこれってツっぽいよねうん、そこまでのレベルにまず引き上げてほしいと思ってます。 丸っぽいかっぽぽいいかかかかれば試験問題解けちゃうからね、うん、確実に丸だ確実にツだ確かにそこまでいければ理想ですけどまずは答えが出るってレベルにしていただくとでそのためには今言ったように規定なんかまとまっているところについてはもう全部カットですうん、でまとめて説明しますそれから、はい、この家庭学習のしですね講座でやるところと家でやることを明確に分ければいいんです講座ではやります家ではこれやってくださいってなればその分の講座でやるべきことはカットします 例えば、生講義なんかの場合は、私もそうなんですけど、やっぱその場で問題を解いてもらう時ってあるんですよ。やっぱどうしてもこう、せっかく自己生産来てるので、じゃあ問題を解いてくださいって。うん。でもさ、通信の講座って、例えば5分間、もう取る必要ないんだよね、時間。だって皆さんに一時停止してもらえばいいんだもん。はい、ここで問題1個出しました。これ考えてみてねて。はい、一時停止してね。じゃあ説明するよって。もうそれでいいんです。うん。だそしたら、ね、いちいちその時間取る必要ないよね。 例えば通常のあの他のですね普通の講義私もそうですけど講義ってまあ休憩時間が入るんです途中ね朝、まあ、使いちゃうからさ3時間でうん、なんだけどあの私の講義は休憩時間がないんですなぜかとしたら次にあるんですけど通信専用にしてますからこれ60分一コマにしてます。60分っていう単位が非常にですねこれコンパクトで要するにやっぱりね勉強ってもう机に向かってやっていくってのは難しいね大人になってくると。皆さんお忙しいから ね、なかなか家に帰って、ね、疲れちゃってさ帰宅後に2時間やります3時間やりますこれは無理よやっぱり難しいですだから極力空いてる時間隙間隙間に勉強していただきたい、ね、朝起きて朝早朝通強い人はやってください通勤時間、ねまあ、テレワークとか今あるかもしれませんねだからなかなかないかもしれませんけどねテレワークとかになるとでもやっぱりそういうところでなんかうまく時間を作る、ね、会社で行ってれば昼休み、ね、帰宅後例えばこれ通勤時間が30分あります 昼休み1時間、ねまあ、そのうち30分は勉強時間使いましょうよって考えたら実は0.50.50.530分ずつで全体で1時間半が家に家から家出て会社から帰ってくるまでに勉強時間確保できます1.5時間家に帰ってご飯食べてちょっと休憩して、ねまあ、1時間半だけ勉強しましょう、ね、って言っただけで実はこれ3時間勉強できちゃうんだね で3時間勉強できると平日って5日間ありますからもうそれだけで15時間勉強できます。ってなると土日どちらかで5時間勉強するだけで1週間20時間いきます。で一つのまず基準が1週間20時間です勉強時間。うん、でやっぱりね1週間20時間の勉強はなかなかいかないですこれやってみると。今皆さんはね最初これ勉強今始めてみようと思ってるからね俺今平日は1日3時間,で、ね、3時間いや俺は4時間できると。 で4時間できてそうす5日間あるからそこで20時間で土日は8時間ずつできるぞってね最初はこう取らぬたぬきでいろいろ計算するんですけど結構ねやってみると取れないの、うん。やっぱ今私自分の受講生に聞いてますけど20時間を超える人っていいうのは3分のは分いないですやっぱりね10時間後半がですね平均が、うん、だから理想は20です理想は20、うん、取っていただけるといいかなか講義時間入れてねこれ見る。だからそういった時にそ細かい時間をどんだけ取れるかですね隙間時間。 例えばさ、テレビとか見てもいいですよ。ニュースとか。ね、見ましょう。ね、見ましょうとか。まあ、見てるとしようよ。CM になった。ね。うん。いい製品だなって。見てる場合じゃないです。その間に、例えば、これもんってまあ教材があるんですけど、教材をちょっと見てください。ね。それから、電車。ね。電車待ってる間。あ次何分だな。やっちゃダメです。法文集。ね。一年ポケットも入れといてください。すぐ取り出して。もう、さっと見る。もう、言ってしまえば、エレベーター待ってる時間であっても、法文集。法律を見るぐらい。 それぐらい隙間時間を使っていただける。そうすると勉強時間というのがこう塵も積もる場でどんどん増えていきます。そうやって勉強を積み重ねていただければよろしいんじゃないかなと思います。はいで、先ほど言いましたように、結局まず最初ですね。最初の勉強ってまスタートアップ講座から入門講座を進めていくんですけど、とにかく皆さんが目指していくのが弁宜。視試験です。いいですね。 で、このまさに、弁理士試験っていう言葉がすごく重要です。<laughs> なんでだよって感じでしょうん、なんでだよって感じなんだけど、これめちゃめちゃ重要。めちゃめちゃ重要。どこが重要かしたら、よく見て、よく見て、これ。ね。よく見て。弁理士試験。いいですか。弁理士試験。これって、この2つの観点。私の講義の中では2つの観点を必ず持ってます。何か。まず1つは、弁理士としてどう考えるべきですか。やっぱね、これすごく重要ね。うん。私も普段 平日は事務所でねいろいろ業務をやって、あのーまあ、特許のね出願とか、まあ、商標とかいろいろやってますけれどもやっぱり対特許庁対お客さんとかね、まあ、いろいろ話をしますそういった時にやっぱり便利士だったらどう考えるべきだどうすれば権利を守れるか権利ができるかっていうところをやっぱり常に考えてますそこがやっぱり我々ねこう便利士からすると受験生だとまだ詰めが甘いわけですねあれそこでそういうの考えちゃうとお客さん逃げちゃうんじゃない 本当にお客さんに対してはそれでいいのプロとしてはその答えでいいのっていうその考え方がすごく大事です。で私自身も自分が受験生だったときは面試質問全然わからなかったです。実務やってなかったからね。うんだからそういった人の時のためにやっぱりね講義の中ではその話いろいろしています。当然試験とは切り離されますからね。これさ実務とやっぱり試験っていうのはまあ、共通はしてるんですけどまあ、微妙に違うわけよ。 うんまあ、まあ簡単なところで言うとさ一番共通と車の運転免許証かな。でまあ確かに教習所の運転っていうのは基本なんだけどやっぱりあのの通り世の中は走ってないよね、うん、逆に言えば我々も今教習所にいきなり行っていきなり試験受けて受かるかっていうと多分無理だよねいきなりは、うん。だからそういった意味ではあの微妙に違うんんですよよ、まあ、同じなんだよ交通ルールーそれとまさに一緒でこれがまあ車の免許としたらそうなんだから便利試験だったらもっと違ってきちゃう。 うん、やっぱ実務的な話と、ね、やっぱ試験的な話とは違ってきますただ原則はやっぱ試験でやるべきことだからそれは原則だからそこはしっかりと押さえていただいてだからただやっぱり実務的にはこうなってるよとか、まあ、そんな話はね結構してます私、うん、で結構ね、まあ、そういう雑談をするんですけどで結構ね雑談ってまあ無駄に見えるんですけど結構知識に残るんだよね記憶に。うん、で結構ね、まあ、よく受講生さんに言われてこう講座が何回か多いじゃない。 それでどれを見ててるるか分からななくなるんですって悲しいから、ねうん、でああこのそうなんだ俺この講座初めて見たなって聞いてるじゃないで聞いてて途中になって雑談しだしたらねこれなんかいいじゃんあこの間特許庁でさとか言うとこの話聞いたって分かるんだってああこの講座見てたってその30分ぐらいってからねうん結構あるらしいですよあだ結構そのね私も実は講義自体そうですけどなんかな教わった勉強って忘れてるのになんかその講義でね試験出ない人とだけ覚えたりするのよね 結構でもそうやって役に立つとこであったりするので、まあ、あのまあそれだけじゃないですけどやっぱモチベーションの維持っていう意味ではやっぱり弁理士としてどう考えるかでこれが実はモチベーションだけじゃなくって最近の試験って結構ここが聞かれるんですね。うん、実際にやっぱり弁理士だという考えますかってことを聞かれてますからやっっぱそういった意味でではこの考え方すすごく大事ですただし、ね、もう一つ言ってるのやっぱ試験ですから試験としては点数をどう,てどう取っていくかっていうことは大事です会議としては。 やっぱり勉強していく上で試験としては点取らなきゃいけないから、うん、だからそこの勉強ださっき言ったように例えば実務だとああそうなんだと例えばね典型的な例えば裁判所の判例となりますね、うん、裁判でどう判例が出たかと、うん、それって実は弁理士試験ではそんなに重要ではないです、まあ、当然重要な判例もあるよ、うん、もう全部とは言わないよ全部とは言わないもうこの極論ですからねいやそうじゃないって考え方をお持ちの方もいると思いますけどもう極論で言えば判例っていうのはそんなに重要じゃないって言ってしまいましょう うん、なぜか試験で点数が取れれるところだけやればいいまずは、うん、だからそう考えるとねもう割り切って考えればいいわけですよ。だから試験に出出る判例はやれればばいい出ないいいな無視すればいい、ね、でもっと言えばこれ論文試験まで行くと論文試験ってみんなが書けることを書けなきゃいけないのでだからみんなが理解してることを理解できなきゃダメのね、うん、みんなが理解できてる判例は理解できなきゃダメ。みんなが知らないの知らなくていいということです。 だそこがすごく大事試験としてどういうふうに点数を取っていくかっていうことですね。でこういうですね考え方っていうのはスタートアップ講座とか入門講座でまずしっかり話をしていきます。はい、で結局まず最初にやっていただくのが勉強でまず何をやるかっ言ったら4法です。でずっと4法をしっかりやってください。特許実用新案衣装商標です。うん でここに関してはなぜかと言ったら結局4法に関しては担当試験も論文試験も出るんです。ということは最初の頃ですね少なくとも、えー、来年の試験の直前2か月前ぐらいまでに関してはこの共通部分ですね両方使える知識を優先的に学習していけばいいです。でそれをした上で、ね、残り担当での知識というのを、まあ、残りの2か月ぐらいで勉強していくそんなイメージを持っていただければいいかなと。 まずは担当試験の2ヶ月前ぐらいまでに関してはここにある知識をしっかり固めていただければよろしいかなと思います。はい、でとにかく勉強の流れというふうに考えた時にまずは知識のインポットをしましょう。でインポットねこうやって講義を聞きますテキストを読みます分からないことがあっても気にしないでください。も、ま、う、あ、いいですどんどん進んでいきましょう。でこれってねあの結局最後までいかなきゃ分かんないことが結構あるんです便理試験って。あの順番に持っていけるんじゃないんですよ。 結構ね、最初に出たことが後に出たりとか、後に出たことが最初に出たりとかってするんですよ。結構入り組んでるんで、最後まで行って、ああ、そうかと思うことがあるので、うん、あまり気にしないでください。で、知識をインプットして、知識が定着してきたからアウトプットですね。で、これは問題実際解くということになります。で、できたところ、できないところの確認。で、ここね、できなくていいんです。うん。何ができないかをしっかり明確にしていけばいいということです。 で大事なことがここでありまして皆さんって知識のインププッットトトとアウトプットの意識すするんですねだから知らないことを理解する問題を解く講義を聞く問題を解くこの2つところが実はもう1個あるんです知識にはこの実は間の過程があってその間の過程をほとんどの人がやらない。 で何かと言ったらインプットのことは知識を入れるので皆さんは構造を見ました条文を見ました問題を解きましたでぐちゃぐちゃに頭の中に入るんですよでぐちゃ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 っと入ってるとこれね引き出しでもそうですけどいざ出そうと思ったらどこにあるか分かんないのねっ閉まったはずなんだけどなあったはずなんだけどなどこなのかなってなってるわけだからどこにあるか分からないということはどうしなきゃいけないかうんこれ整理しなきゃいけないね、うん、で整理しなきゃいけない ということでそれが何かというと知識の今度アレンジしなきゃいけないんですいわゆるバラバラになってる知識を整理していくってことをやってほしいんですだこの段階ですねインプットしてアウトプットするんですけどこの知識のアレンジですね整理っていう段階もしっかりしてほしいとこれをすることによって初めて試験問題というのが得意度になってくるとで多くの受験生を見ているとこの次にここに行ってしまうんです うん、で実はインプットができてるかどうかというのはこれ分かる方がもう明確に分かる方があるんです。うん、ど,どうすれば知識ってインプットできてるかどうかって確認できると思うかと言ったら本屋さんに行って問題書を手に取ってください。で何でもいいです。で担当試験でもいいですよ論文試験でもいいです。問題を取って回答をいきなり見てください。回答を見て読んで理解できる分かるっていう場合これはインプット終わってます。インプットは終わってる。少なくともそれがあとは出せないだけ。 何書いいてるか全然わかわんないでも今まだ皆さんそうだよね当然解説読んだって何言ってるか全然わかんないですよこれは知識のそもそもインプットができてないんです、うん、だからそこなんですよで実はある程度にいくと多くの受験生は解説読めはわかるようになるんですだからインプットは実は多くの受験生が早い段階で終わります、うん、ところがその後にアウトプットのところで失敗してくるだから何回やったら問題が解けない、うん、できませんなぜかって言ったら今言った知識のアレンジですね整理がうまくできてないという受験生が多いです そういった意味ではその段階をしっかり踏んでほしいということになります。はい。なので、まず最初入門講座のところでは知識をしっかりインプットしていただきたいと。入門講座ですね。で、ここが結構要になります。入門講座、うん、やっぱり、便利試験のなんですか土台を作る部分ですから。入門講座っていうと、優しそうに思うかもしれませんけど、内容的には一番ハードだと思ってください。私はそう思ってます。うん。やっぱりそこが一番最初の叩き込むところだから。 やっほ、ねうん、他はね何ですかねまあまあもうあのやったことを繰り返すとかってことになりますから見,え見せ方を変えてるだけででも最初にやっぱり知識を入れるとこころになりますすすからそこすごく大事ですだからまず入門講座の目標としては勉強これね勉強したことを完璧に予習復習は完全にこの勉強はやめてください。すなわちしたとりあえずイメージができたまた勉強するからいいかなと。 あれなんかねね今言ってたことと違いますよ、ねうん、大事だからって言ってた割にはなんか適当だぞ、うん、これでいいですでこれが一番最初に言った忘れる量を計算するとサーチどんなに一生懸命勉強しても皆さん忘れますもうこれはそうなんですうんでその時に私が講座の中ではこれは覚えてくれしっかり理解してくださいだからま覚えるめったに言わないよ うん。めったに言わないです。だってさ、覚えてくださいって、私の責任放棄だからね、これ。教える立場からすれば。皆さんにボールが動うわけじゃない。はい、覚えてねって。私の責任じゃなくなっちゃうから。これは、教えてる人間の立場としては、アウトですよね。だから、教育力はやっぱり言わないです。だけど、やっぱり言わなきゃいけない時もあって、でもうこれは団長の思いですよ。もう,もうこれ負けたという感じで、皆さんに覚えてねっていう時ある。で、それって、もう絶対にそこを抑えないとダメだ。要するに何でかって言ったら、そこは他の受験生ができるところなんよ。 だから覚えてくださいって言います。ただ、覚える時期があるの、それは。で、皆さんが講座を取る一番のメリットは実はそこだと思ってるのね。要するに、例えば勉強だけをする。ね、例えば問題を解く。知識を得るっていうのであれば、やり方いろいろあります。ね、お金かけなくたってさ、本買います。さっきだっらネットを調べます。例えば事務所でね、もうすでに便利屋さんがいれば聞きますよ。いくらでもやり方ありますよ。じゃあなんでわざわざ こうやってねレックとかでお金出してやるんですかねこうやってわざわざ講座受けるんですかっつったらその情報なのよ。で私とかやっぱいろいろ質問受けます相談受けますってなるとあここはみんな受験生間違えるなここは多くの受験生が理解できてるなっていうのをそここをししっっかかり要するんですかねこっちがこう把握してるわけよだから今までの先輩受験生たちを見てあみんなここはできてないねとだから多分試験直前でも分かんねえんだから。 うん、ここは今分かってなくていいやとかあ口述の受験生ね口述試験まで担当論文書った受験生でもここってみんな苦手だよね、うん、だったら最初の頃分かんなくて当然だ,だからそこを踏まえて話をしてるんですで逆に言うといやここは結構1年生でも皆さん質問ないからやっぱりここは押さえてなきゃいけないとか、うん、でそこが自分で勉強してたら分かんないね不安で自分だけが分かんないのかみんな分かんないのかどっちなのってでその情報はしっかりこっちは提供していきます うん、ここはやってくださいここはやらなくていいよ今やるべきじゃないとかそこは全部言ってきます、うん、でそこで今これやってな、ね、いここはまずしっかり押さえてくれって、うん、いうところはしっかり勉強していけばいいんじゃないのねで入門講座でふんわり分かったあなんとなく分かったぞと言ったら次に重要項目攻略講座というところになりますで重要項目攻略講座はねまあまあじゃあ 日本語で,でも使ってもらうんですけど「担当コレモン」っていうのをちょっと使ってもらいますで担当コレモンっていうのは条文ごとに過去問を配置してますで結局私でも「過去問至上主義なん」なのよ絶対過去問別やるべきだと思ってますでこれについてはもう一個の何で、えー、したっけ今これカリキュラム編でもう一個学習プラン編か学習プラン編でもうちょっと詳しく話しますこのコレモンについてはうん結局過去問条文ごとに整理してますんでうん 過去問から条文の重要な要件を注視していくとだから過去問から逆算して勉強していくとその方が無駄が少ないじゃない条文からやっていくというよりか過去問に出てるところを中心にやっていくというふうに勉強していってもらいますでこれでまずは特許法をやりますねというふうに考えていくそうするといいですか知識のインプットということを考えていくとはい特許法ねまず、あ、自動信案意装商標とやっていきますただねこれもう条文じゃなきゃいっちゃダメようんこれね流れがあるからちゃんと 例えば発明の目的とか定義があって次出願とかね登録要件みたいな流れがあるから今後ここ流れに沿って説明していきますこんな感じねうんあれ1条から順番に見てたらダメよ特許なんかどこにね3条からつまずくから日付の問題が出てきてね <laughs> 期間の問題が出てきてねここにつまずくねでまずはこうやってしっかり十分科目ごとに流れを見ていただくこれでインプットをストーンストーンストーンとしていきますでこれがができたら次が 横断的にいすすなわち結局ね似てるんですよ特許実用者異常商標ってだそれぞれがどうなってますかっていう比較をしてもらうでこれが四方横断ですだから知識を各法律ごとと法域を超えたっていうその多面的に見ることによって知識をガチッと固めてほしいの。うん でもうこの辺になってくるといろんな私も話飛び飛びになるからさあれやってこれやってあれやってみたいな皆さんねえどうなるのって思うんだけどそういう頭を刺激する要するにパズルみたいな感覚でここは講義を聞いてほしいと思ってますすなわちねじゃ,じゃーん、ね、まず最初に各法域の手続きの流れでこれが十重要条文の方ですかね重要項目の方で四方横断の方でぐるぐるぐるっとね四方横断して知識を整理してもらうということになりますであとはね論文 まあ担当方にやってるでしょこれで法律の知識論文なんだけどね。で、論文については、まあ、こちらも学習プランの方でもうちょっと話をしますけど、簡単に言うとね、ちょっと論文でそんな難しくないの。おそうなのよ。なんか論文大変そうじゃない例えば論文のね、これ、令和人間の商標の問題ですよ。長いね。いいよ、見えなくて。全然見えないでしょ。ね。FYF だけ見えてるでしょ。いいよ、見えなくて。長いの。これでもね、うん、これでもそんな長い方じゃないね。もっと長い時ある。で、さらに回答。ドゥアン。こんなに書くのよ。<laughs> 俺もこんななに書けないよってねもう,もうそっとね今こうブラウザを閉じようとしてるかもしれないけどねあ俺にはダメだってあそんなことないこれ簡単です論文論文ってねいっぱいこうやって見ると大変だけどちなみに仕事ってさ難しい仕事でどうするか分かる皆さんもそうだと思うけど大変だってね何の仕事でもいいですよ宿題的もそうだったこうやってさ細かく分けていくんだよね仕事って大きそうな仕事でも細かく書ければ実はそんなに仕事って大変じゃないわけ。 論文も実は一緒で、ね、これってこれねいくつかのこうやって部品に分かれてるんですそれぞれだそれぞれの実は部品があってそれの組み合わせなんですでそれぞれの部品をどうやって書くかというとこれってねさっきの問題の中に実はねトリガーがあるんですある言葉があるからさっきの1個の部品を使うってなってるのあこの言葉があるからあの部品じゃんって そういう実はねこれなんですかねこの問題文を読むとそれがわかるんですだそれを発見していくのが実は論文試験の書き方だ問題文の中からトリガーきっかけとなる言葉を見つけて問題文の言葉を使ってそのパーツ道具を持ってくるでその論文今言った論文の学習というのはそれ項目を出していますトリガーで何を書くのうん。そして実際書く道具を使って答案を使ってあげる作ってあげる うん、何を書くのかっていう項目を抽出する作業と書くべきユニットですねその道具部品それを答案に記載していく作業この2つをやればいいだけです。でそれぞれの1個ですね一個一個まあ結局論文ユニット講座と論文スキルアップ講座という講座でそこはサポートしていてユニット講座っていうのは結局1個1個の部品を学習していきます。1個1個の部品。ださっき言ったように鳥が見つけました。あ,あの項目を書こう と思ってもその項目書こうと思っても部品のの中身かからななったら書けないよねでまずはその部品を勉強していきましょうでそしたらあとじゃあこの何の項目を書くのって勉強しなきゃいけないそれはスキルアップっていうところで実際の過去問を使って勉強していきますでこの論文ユニットはこの論文拘れ問っていう形で、うん、いわゆるまあこの論文のパーツですねこれさっきの赤っかこととかあったでしょこのばらした部品というところで勉強していきます こんな形で基本的にまあスマート攻略コースっていうのはもう論過去問から逆算で作っています。逆に言えば過去問に出ないところは無視してます。<laughs> そういうと思ってますね。うん、だって他の受験生もどうせ解けないのだから残念ながらなんかね、俺はもうね便利受験生で一時取ってやると、まあ発表ないからわかんないけど、うん、論担当試験で満点取ってやるっていう人はあのごめんなさいそこまでは <laughs> あの私説明してないです。 ただいや,いやもう時間もないからとりあえず私合格したいんですとねもしくはもう、まあ、早く合格してもう実もやってみたいんだという人はねぜひあの講座を使ってねあのうまく、うん、勉強時間の工夫をして合格を目指していただければなと思います。はい、でさっき言った論文コレモンとかですね論文担当コレモンとなあるんですけどじゃそれを使ってどうやって学習していくかっていうのはえもう一個の学習プラン編というところでもう少し話をしていこうかなと思っています。 はい、えー、というところで、えー、今回のですねカリキュラム編の方についてはこれで終わりにしたいと思います。えー、時間がありました時間がありましたらね、えー、もう一個の方の、えー、ガイダンス映像も見ていただければありがたいです、はい。というところでじゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした